アイテム番号 SCP-187JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル一連の SCP-187JP A はサイト81の保管庫ナンバー203に収容されます。新たな SCP-187JP A が発見されるごとに収容番号を記したタブを取り付けてください。現在収容されている SCP-187JP A の総数は382個です。SCP-187JP A の持ち出し及び実験は、レベル4以上の職員の許可が必要です。SCP-187JP B の収容方法は、現在確立されていません。SCP-187JP A による新たな被害者が発見された場合はクラス A の記憶処理を行い、かつ顔面の整形手術を施して解放してください。SCP-187JP B が発見された場合、速やかに終了されます。説明。SCP-187JP A は、チューブ型の容器と、それに入ったペースト状の内容物からなり、一般的な女性向け洗顔料に見えます。容器はピンク色で、表面には白抜きの文字で、新肌習慣、薬用洗顔フォーム、潤い成分配合、と書かれています。裏面上部には、これ一本ですべすべ肌に、あなたの理想のフェイスを手に入れよう、と宣伝文が記されています。その下には、医薬部外品、ご使用方法、手のひらに適量を取り、スイカぬるま湯でよく泡立ててから顔を洗い、その後十分にすすいでください。ご注意、お肌に合わないとき、また傷や湿疹など肌の異常がある場合は使用しないでください。刺激などが現れた場合は使用を中止し、医師の指導を受けてください。と記載されています。内容物の原材料や、製造販売元の記載はありません。最下部にはバーコードが記載されており、レジスターに接続した状態のバーコードリーダーで読み取れば、980円、税、の価格が表示されますが、それ以外の情報は出力できませんでした。同バーコードは現在まで JAN コードに登録されていません。日本国内の商業施設6028店舗のインストアコードと合致しましたが、いずれも関係のない商品に使われていました。SCP-187JP A は、記載された方法に従って人間が使用した時に性質を表します。SCP-187JP A で洗顔をし続けると、約1週間から1ヶ月ほどを経て、顔の形状を特定の女性の顔へと変化させます。SCP-187JP A の使用を中断させることで顔面変化の進行を止めることができますが、一度でも SCP-187JP A で洗顔を行った人間は使用し続けることに必ず強い執着を示します。被害者を SCP-187JP A から隔離した場合、SCP-187JP A の良い効果、ニキビが治った、肌に潤いが戻ったなど、を延々と主張し続ける。SCP-187JP A がないと自らの顔は醜く汚いままだと言って嘆く。といった行為を繰り返します。クラス A の記憶処理によって、このような行動は収まることが判明しています。顔面が完全に変化した場合、被害者はどのような空間にいようとも前触れなく姿を消し、3時間後に、SCP-187JP A を一つ以上抱えて同じ場所に現れます。現れた被害者は、性別関係なく女性らしい言動、態度を取るようになります。この状態になった人間は以後 SCP-187JP B と識別されます。SCP-187JP B となると、記憶処理をしても元の人格に戻ることはありません。SCP-187JP B は自身を、女性向けコスメティック商品の販売員、ミヨコ、であると名乗り、
他社に SCP-187JP-A を購入するよう盛んに勧めます。また、SCP-187JP-B の空間転移能力は SCP-187JP-B 自らの意思で発動できると予測され、このことが実験以外で SCP-187JP-B の長期的な収容を容認できない要因となっています。なお、日本語を話すことのできない者が使用した場合も SCP-187JP-B に変化し、日本語を介するようになります。聴覚に障害を持った者が SCP-187JP-B となった場合は、筆談によって会話が可能です。その際筆跡は元の人間と一致せず、女性的な事態となります。14歳以下の被害者は確認されていないため、言語、身体能力の未発達な幼児への効果は不明です。最初の SCP-187JP-B は、2010年11月、日三重県、市のドラッグストア、店、で SCP-187JP-A を販売していたところを財団エージェントにより拘束されました。周辺地域で SCP-187JP-A を購入し使用していた6人の被害者には、いくつかの安全な実験を試した後、クラス A の記憶処理と整形手術を行い解放しました。彼らが使用していたものも含め、12個の SCP-187JP-A が回収されました。この時他の SCP-187JP-B は見つかりませんでしたが、2011年3月、日に鳥取県、市で2体の SCP-187JP-B と11人の被害者、25個の SCP-187JP-A が発見され、調査範囲は全国へ拡大されました。2014年07月末日時点で、体の SCP-187JP-B が確認されています。ほい。インタビュー記録187-4-2011-4-26 対象、SCP-187JP-B。インタビュアー、皆口博士。付記、対象はもともと、岐阜県、市在住の女性、当時32歳、でした。家族からの通報を受け、警察を介して財団に収容されました。対象は8つの SCP-187JP-A を所持しており、財団により、購入、という形で押収されました。録音開始。皆口博士、こんにちは。SCP-187JP-B。SCP-187JP-B。はじめまして、お客様。それと、私のことはどうぞ美代子と呼んでくださいな。皆口博士、いいでしょう。美代子さん、あなたに名字はあるのですか？ SCP-187JP-B。ええ、もちろん。ですが、お客様とより親密にお話しさせていただくことで、お客様個人に合った商品を提供させていただくのが私たちの役目ですから、ぜひとも気軽に下の名前で呼んでいただきたいのですわ。皆口博士、どうしても名字は教えていただけないのですね。SCP-187JP-B。だってその必要がないじゃありませんか。そうでしょう。皆口博士、しかし可能な限り、私たちはあなたのことをもっとよく知りたいのです。SCP-187JP-B。私のような一介の販売員のことはどうでもいいじゃありませんか。それよりも、私どもの商品をぜひ知っていただきたいわ。皆口博士、私たちがあなたから買った、あの洗顔料のことですね。SCP-187JP-B、それだけじゃございません。我が社はお客様の多様なお悩みに応えるべく、日夜様々な商品を開発し、ご提供しておりますのよ。皆口博士、例えばどのような？ SCP-187JP-B、
お客様にご購入いただいた洗顔料などのケア商品をはじめ、化粧品や香水など、美容に関わるものは多数ご用意しておりますわ。それから、近年はサニタリー用品にも力を入れておりますの。女性がより輝ける社会を目指して、できうる限りのお手伝いをさせていただくのが我が社の使命と心得ております。もちろん、男性向けの商品もご用意できますし、お客様にもぜひお試しいただきたいわ。皆口博士、なるほどよくわかりました。あなたは、あの洗顔料の効果についてご存知なのですか？ SCP-187JP-B、もちろん、私も日々愛好しておりますもの。この年になってもニキビに悩んでいた私ですが、あの商品に出会ってすっかり良くなりましたのよ。男女関係なくご使用いただきたい。我が社のヒット商品なんです。皆口博士、私が聞いた報告では、あの洗顔料を使用した人は皆、顔が一様に変化するそうなのですが、そう、ちょうどあなたそっくりに。SCP-187JP-B、あら、私の肌をお褒めいただけるなんて嬉しい限りですわ。このようにもっちりと滑らかな肌になるのがあの商品の特徴で。皆口博士、そうではありません。あの洗顔料を使用した人は、あなたと全く同じ顔になるんです。そして中身も、美代子、という化粧品販売員になりきるのです。あなたもその犠牲者だということを覚えていますか？ 3. SCP-187JP-B、申し訳ございませんが、お客様はどなたかとお間違いになられてるんじゃないかしら？私は化粧品販売員の美代子自身ですのよ。この仕事について20年、他の職に就いたことはありませんし、他の名前を語ったことだって。皆口博士、その、仕事、なのですが、あなたは一体どこの化粧品会社に勤めているのですか？あの洗顔料には販売元など一切書かれていませんでしたよ。あの商品は、どこの、どういう会社が、何を材料に、作っているんですか？ SCP-187JP-B、そのようなことはこの際関係ないじゃございませんか。興奮したように声が裏返る。私どもは、こうして、お客様のために有益な商品を。皆口博士、私だったら、販売元もわからない商品を信用したりしませんね。あなたがどうしてあれを使ってしまったのか甚だ疑問です。3. 別の、美代子さん、にそそのかされたのですか？ SCP-187JP-B、ですから、私は、という名前ではございません。私は、すすり泣く声。皆口博士、やはりどう聞いても無駄なようだ。インタビューを終了する。録音終了。SCP-187JP-B はインタビュー後に終了された。女性の家族にはクラス B の記憶処理をした後、女性が食中毒によって死亡したというカバーストーリーを関係者に流布させた。メモ薬の投与も催眠療法も拷問も全く意味をなさない。せめて会社名がわかればまだ追及の余地があるのだが、それと、より多くの SCP-187JP-B が潜伏している可能性と、同社の別の商品が出回っていることも考えられる。早急な調査を申請したい。皆口博士。実験記録1873-2011年9月8日、対象 D クラス職員、男性、当時45歳、に SCP-187JP-A を使用させ SCP-187JP-B とし、実験。実施方法 GPS を装着させた SCP-187JP-B に、SCP-187JP-A 以外の商品を購入したいと要望。結果 SCP-187JP-B は、具体的にどんな商品を所望しているのか実験研究員に尋ねた。研究員は予定されていた通り、リップクリーム、と答えた。
SCP-187-JP。 B は答えを聞くと実験室から消失し、GPS による追跡は途絶えた。15分後に、宣告と同じ SCP-187-JP。 B が出現。リップクリームと思われるスティックを2種類所持しており、一つは無色、もう一つは赤色で、どちらも保湿効果があり、定価は690円であると説明した。二つは財団によって購入された。SCP-187-JP。B は実験後に終了された。メモ SCP-187-JP。B がどこから、商品、を持ってきているのかは今回も判明しなかった。近いうちにリップクリーム型のオブジェクトが追加されそうだな。それにしても、顔は若い女なのに身体はおっさんのままってのは、見てて妙な気分だ。鳥山研究員。実験記録1875-2011年11月15日、対象2体の SCP-187-JP-B。実施方法 SCP-187-JP-A 未所持の SCP-187-JP-B 同士を合わせ、反応を観察する。結果1体が実験室から消失。収容違反として、事前に取り付けた GPS により、消えた SCP-187-JP-B の追跡を試みる。当初 GPS の反応は途絶えていたが、約1時間後にサイト、81、近くの薬局店内に反応を確認、確保、再収容された。再収容された SCP-187-JP-B は新たに3つの SCP-187-JP-A を所持していた。2体の SCP-198-JP-B は実験後に終了された。分析 SCP-187-JP-B 同士を引き合わせることは今後推奨しない。収容することがあっても個々を隔離するように。皆口博士。実験記録1876-2011年12月2日、対象2011年11月28日より D クラス職員、男性、当時28歳、に SCP-187-JP。A を使用させ、SCP-187-JP-B として別の実験を予定していた。SCP-187-JP-A の使用を始める前日、他の D クラス職員との些細な争いによって、彼の方には一箇所の引っかき傷ができていた。結果3日ほどで傷のあった部分がめくれ上がり膨張して、人間の唇のような形状に変化した。その後使用を続けさせた結果、傷口を中心に皮膚、血管が寄せ集まるようにして増幅し、まぶたや鼻のように見える突起を形成したが、どれも完全ではなく、位置も正しくなかった。例として、唇の下部に、鼻が形成されるなどした、眼球や歯、骨と見られる組織も形成されかけていたが、当初予定されていた実験が望めなくなったことから使用を中止させた。B クラス職員は抵抗を見せたため終了された。メモ注意書きはちゃんと読めってか。クソったれ。鳥山研究員。2000年月日、ピンク色のパッケージ。という共通点と、インタビュー記録1874における SCP-187-JP-B の発言を根拠に、鳥山研究員によって SCP-332-JP との関連性が指摘されました。確認実験のため、今後新たに SCP-187-JP-B を発生させる案について実行許可を申請します。皆口博士。